ですね、先ほどバスの出発したバスセンターまでお昼に戻ってきて、自由昼食です。ご飯好きなところで食べます。自分の足元をご覧になってみてください。床に書かれた地図が立体的に見えませんか？私たちはそれよりはるか上からですね、日本列島が田んぼで、どっちかが畑です。はい、じゃあこっちは何のマークでしょう。はい、どうぞ。はい、畑です。はい、当たりです。当たりじゃない。こっち田んぼです。はい、こっち田んぼです。ただ海岸の海の地層から見つかるので、こういう海岸に暮らしていたって感じ。噴火しています。新しくできた大地が矢印な方向に進んでいるのため、どこまでも進んでいけません。そのためできた大地、この青いところに進んでいきます。3台かかって今の綺麗な形になってるんです。もともとあの茶色い小見竹山っていう富士山噴火してオレンジの富士、そしてさらにそれが噴火して紫、今私たちが見ている富士山になってるんです。中はこうなってるんです。
施設を見学するっていう見学方法もございます。それと今日見た展示館はですね、6月の5日から来年の春ぐらいまで上のテントのところがもう古くなっちゃったんで工事をするんですって。